はい、ミスターまゆみさん、1日にね、一気に50本、すごいですよね。でも50本取ることで、今ね、すごくいいまゆみさんは学びを伝えてくださってます。それは iPhone の限界値とかね、あと取って出しって言って、録画したらすぐにアップっていう風にね、ものすごくね、早い作業をやるようになってくるんですよ。そう考えたら、編集っていうのが必ずしも必要ではないっていうことにも気づきますしね。あと25本取ったら、まあどういうことが起きるのか、自分がどんなことをね、その心理状態が学べるのかってことを込みでまた動画が作れるんですよ。25本撮ったらこう分かりましたっていうね。私の場合は1万本動画を撮ったらこういうことが分かりましたってことをお話していきます。なぜなら1万本撮る方ってのは少ないんで、1万本撮ったらどうなるんだろうっていうふうにね、感じる方に対して、情報提供ができるんですよね。さあミスターまゆみさん、1日に100本動画を撮ったら何が起きるかということなんですけども、まあ私の場合は声が変えれるってことはないんですけども、なんかね、妙にね、トランス状態と言いますかね、なんかこう奇妙な人間になる、魂を抜かれたような状態に私はなりました。ですごくね、不思議な感覚でしたね。自分が動画の中で生きてるのか、それともこの現実の世界に生きてるのか、いやいや、その境目ってのはないのかなと思っちゃったりね。なんかね、オカルトチックなことを考えますよね。よくね、お金持ちってお金を稼ぎすぎると、そういう風なね、宇宙人とか闇の勢力とかね、イルミナティとかっていうところに考えが及ぶっていう風に聞きますけども、まあそういうところもあるのかなとか思いますよね。まあ中にはね、人工地震兵器ってすぐ言い出す方もいたりとかして、なかなか世の中ファンタジーだなと思います。まあそういったね、妄想や思考や、こういうふうなね、振り返りとかも込みで、私たちの人生はできてるのかなと思っちゃいますけどもね。さあ、それでは50本に向けて頑張っていただきたいと思います。それでは失礼します。またレポート待ってます。